今日は大掃除です。家の方もね、ちょっと洗濯物だらけですけど、まあ、外のね、車とかちょっと外の方はね、私の担当でやりましたけど、今ね、奥さんは家の方をねやってくれています。バイクもね、あるってもちょっと休みが長いんでね、中の方に入れました。まあちょっと全部椅子が上がっているような状態で、ちょっとね、これ大変なのがね、下水をそのままね出せないんですね。ここにね、ちょっとこれすみません、汚いんやけど、まあ、浄化槽がありましてね、ここで浄化した水を下水に流すっていう感じでね、まあそれが大変なんですよ。この油とかゴミが溜まってるんでね。それで今日はもうちまちまやっててもあれやから、もう素手でね手突っ込んでやりましたけど、3キロぐらい取れましたね。あとまあフードの中のね換気扇とかもこれ綺麗になりました。まあまだねちょっと今日だけでは終わらないんですけど、やるとこはねたくさんあるんですけどね。まああとこのエアコンとかね、こっちの空気清浄機、これフィルター掃除して、トイレもねちょっと暗なってどないなってんかな思って、こう電気がねあれ2つついてるんやけど1個切れてるからね、まあこれ今カバー外してる状態なんですけど、まあこれも買いに行ってね、買えないかなと思って、トイレもきれいに掃除しました。ウォシュレットのねノズルからなんからもね全部消毒して、お掃除以外にね消毒とかがねあるんでね、まあこれ店開ける前にもう一回消毒せんとダメなんですけどね。それと今2階の住居の方はひっくり返ってますけど、まああとね、まあ今日だけじゃ無理やけど、まあ今年中にはね終わると思うんですけど、今日できる限りのところをねやっとこうと思います。まあこういった感じですね。白飛びして映ってないかな。本日はね近くの東大阪の相模さんに来てね、まあ、年越しそばを何枚食べれるかね、わんこそば食べ放題をやってみたいと思います。はい、めどくさいな。はいはい、はい、あての手羽先です。うわ食うとるわ、はい、ハゲのおっちゃんはこれはこれなんですか。何これ。これは寿司天ぷらや。寿司天ぷら、うん、ジョー、ジョー、ジョー、ゲーでねえもん。うまそうやなぁやらへんで、奥さんは何ですかこれは。これは天ざる。え、ちゃうの、とろろ、とろろ御膳。自分で頼んだもん分かれへんのかい。ええなぁ、うまそうやなぁ。これまだ来えへんなぁ、わんこそば食べ放題がさあ何倍って食うたろうかな。はい、わんこそば食べ放題来ました。私とこっちのミカ姉さんも同じやつで、すでに、え、何枚追加したん。5個ずつ、5個ずつ、あと10。さあちょっと頑張ってね、何本食べれるかやってみます。そば以外にもね、ちょろっとこんなんとか天ぷらとかついてるからね、さあ頑張って何枚食えるかな。ちょっと早い年越しそばです。顔真っ赤かやな。
さあ何枚いこうかな、50枚ぐらいいったろか。うまいうまい。50枚ぐらい。いやー、50枚無理や。50は無理やね。無茶言うたらあかんわ。49枚。うん。あ、うまい。ここのそばうまいな。結局俺、いつもあれやんか。他のそばついとっても、まだそば追加するもんな。はい、とりあえず5枚クリアしました。あ、追加した。はい、また5枚来ました。はい、みか姉さんは今で次で5枚を、さあ何枚、50枚ぐらいいったのか。でもこの天ぷらとかも残さんと食べなあかんからね。はい、10枚目もクリアしました。全部空です。10枚目。みか姉さんは何枚目や。まだ6枚目か。入っとるかなこれ。あかんかも、これも、もっと食わな。食べるたんびに置くとこないから持っていかれるからは残りませんけど、次で20か。次で20いきます。はい、20杯食べた後に追加きました。5段、これ食べたら25枚です。みか姉さんは何食うてないな。ね、これ何枚 10? まだ10かいな。なもんな、もっと取られへんがな、大赤字やから。なもんも、まだもうちょっと頑張っていきますね。これ全部入ってるけどね、これ交換やから証拠で残らへんから、ちゃんと食べてますんで。はい、25枚目も完食しました。全部、さすがに50枚ぐらい軽くいける思ったけど、腹張るわこれ。もうちょっとだけ頼んでみようかな。はい、そば湯をいただきます。はい、結果的には私が30枚で、みか姉さんが20枚、両方で50枚いただきました。腹パンパンで吐きそうです。吐きそうなるほど食わんでもええねんけどな。こういった結果になりました。一人で目標50枚はとてもやないけど無理でした。ごちそうさんでした。